はい、今日はお顔の脂肪溶解注射イタリアンメソシェイプをします。やってあげたいのはこの顎の裏のこの部分の脂肪、あとフェイスラインとほっぺのあたりを注射します。このあたりの脂肪を溶解注射で溶かしていくことになります。じゃあね、頭を後ろにつけてじゃあチクッとしていきますよ。最初に麻酔のクリームを塗ってるのでちょっとチクチクはしますけど、そんなにものすごい痛いわけではありません。まあ、今までの脂肪溶解注射って結構注射した後腫れが目立ってたんだけれど、今の新しくなったイタリアンメソシェイプは顔用のものはそんなに大きな腫れは出ません。直後は注入した分ちょっとむくんでるんだけれど、まあ翌日にはだいぶ大きな腫れは引いています。はい、それでこっち側は終わりました。今までの顔のイタリアンメソシェイプはだいたい10日ぐらい腫れることが多かったんですが、新しいものはまあ半日から1日ぐらい経つとかなり大きな腫れは引いています。で、繰り返し注射する場合は2週間以上開ければまた注射することができます。基本的に患者さんのご希望の場所に注射することができます。はい、おしまいです。まあ、直後は注入した分のボリュームで腫れてますけれど、まあ、明日にはだいぶ大きな腫れは引いています。はい、よし、僕は取ってるじゃん。はい、両方入ってます。はい、はい、おしまいです。